グラベドーナイドニーティは、イタリア共和国ロンバルディア州、コモ県にある人口約4100人の基礎自治体。2011年に、グラベドーナと、他にコムーネが合併して編成された。コモコ周辺の地図コモ県北部のコムーネ。中心集落であるグラベドーナは、コモコのほとりにあり、県とコモから、 北北東へ 41km、州都ミラノから北へ 77km に位置する。隣接するコムーネは以下の通り。LC はレッコ県所属。CH で始まるものはスイス領で TI はティチーノ州、グレーンはグラウビュンデン州所属を示す。イタリアの地震リスク階級では4に分類される。2010年10月14日の住民投票を経て、 2011年2月10日に、コンシーリオデルーモとジェルマージノを、グラベドーナに編入する州法が交付され、2011年2月11日に、新自治体、グラベドーナエドニーティが設置された。2011年5月17日18日に、新自治体の最初の選挙が行われた。グラベドーナエドニーティには、以下の分離集落がある。広域行政組織である、山岳部共同体、 バリ、デル・ラーリオへ、デル・チェレージオ山学部共同体の事務所所在地である。この山学部共同体は2009年、アルピレオ・ポンティーネ山学部共同体と、アルト・ラーリオ・オッチ・デンターレ山学部共同体が合併して発足した。バリ、デル・ラーリオへ、デル・チェレージオ山学部共同体には、以下のコムーネが含まれる。ありがとうございます。